これより第一弦目の模擬講義を開催しますテーマは面白くて役に立つ理想アルゴリズムパズルからビッグデータまでで講師は情報通信工学科伊藤博教授ですそれで,それでは伊藤先生よろしくお願いしますありがとうございますあ、皆さんおはようございます 本日はあの暑いいい中わざわざざざお集まままりりくださいましてありがとうございます実は私あの金曜日にイギリスから帰ってきたところであちら特にスコットランドだったんですごく寒くてセーターを着てさらにウィンドブレーカーをしてそれでも寒いぐらいだったんですけどあのこちらへ戻ってきて日本の暑さを思い出しました。<laughs> はい、それでは本日はこの面白くて役に立つリサーンアルゴリズムパズルからビッグデータまで。 あのー、皆さんのこう知識がどれぐらいだというのがちょっといろいろ幅があると思うのでちょっとあの作る時に困ったんですけどもまああの最初簡単な話でだん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 難しくなるとそんなような構成になってます。えっとですね、まず型ならしですね、えっと、この問題を考えていただきたいんですけども、えー、この 4×4 の番をこの5つのピースで埋め尽くすと。 で当然面積が違いますよねこれ四四十六でしこっちは四五二十だからだから1個余計な重なりがあったり空きがあったりしちゃいけませんもちろん埋め尽くすんだからだから1個だけ不要なピースがで問題,不問題は不要なピースはどれかですそれが答えつまり、まあ、詰め込み方はどうでもいいんですけども不要なピースはどれかというので回転は構いません裏返しはこの場合一応禁止ですで まあこれですね。実はこの問題はですね、慣れた人は見た瞬間にわかる。で、これはもう分かったっていう人ちょっといた手を挙げてます。誰もちょっとはっきり挙げてください。もしあさあさすがにあ一応いますね。一応ちょっとはいるようです。さあさあさあ偉いですね。がこういうこの手のもの慣れてるか専門家かどっちかです。えっとでまあ一応ですね。 普通に詰めればこういうふうに詰まりますのでピース C が不要だということが分かる。だけどこれではさっきの質問のちゃんとした答えにはなってないんですね。というのはやっぱり答えはこれだけかとつまり C 以外のピースを外して例えば E を外して4つ詰めることはできるかとかそういうことをはっきりさせないとダメなんですよね。だから C が唯一解かどうかっていうことで実は唯一解なんですね。で その理由なんですけど、その証明はこうですね。はい。これで証明終わりです。うん、そういうことなんです。そういうことかっていう人手を挙げています。ああ多いですね。お賢い人多いですね。偉大優秀です。はい。そういうことなんです。<laughs> そういうことって <laughs> あの盤面は白黒同数ありますね。 ね、同数でところがですねこれ白黒の塗り方全部22になってますよねだけど C だけ13これもちろんチェッカーボードだから塗り方逆もあるんですけどそれでも31ですよねだから C だけは白黒の数が違うわけですよだから白を残してあとどれか1個取ったら絶対に白黒の数が合わなくなってだからダメとこれが証明 いいでしょこの証明はね数学が好きな人が初めて聞くと嬉しいんですこんな嬉しい議論があるのかと私もすごく楽しかったです証明終わりねはいここで一応自己紹介をしておきます、えー、私あのこう書いて伊藤博夫と言いますこれ大悠でよく禅宗の寺に来と「大悠法典とかありますねでその大「大、え、悠、っと」「悠」と読ませるところが一ひ,ひねりですね でこれだから私の名前拾おうとまともに読んだ人ほとんどいないんですねでだから昔から大優大優と呼ばれてあの,あの小学校から大優大優と呼ばれてて大学の恩師もいまだに大優大悠って私のこと言って名古屋出身なんですけど京都大学行きました工学部数理工学科行ってであの博士も京都大学で取りました工学博士です必要数理工学なんですけどね数理工学っていうのはこんなすごくほとんど数学なんですけど。 NTT 研究所に行って豊橋技術学大学の講師になって京都大学の准教授になってで電気通信大学の教授になって赴任してきましたで、えっと、代表的な成果がですねですここでこの話はしませんけどあのこれは岩波数学辞典第4版最新のやつです第4版に載ってますこの定理岩波数学辞典というのはご存知の方もいらっしゃるかと思いますけどこれぐらいの本です 一冊の本です一冊の本にピタゴラスとかが、あのー、ユークリッドからもう現代数学まで古今東西全ての成果が載ってる重要な成果その中に私の証明しした定理があるんでです偉いでしょ私はもう自慢することが少ないからもうこれはもう断ることに自慢してる人にねで岩添数学史がはありがたいこと20年以上改訂しないんですだから私が多分引退するぐらいまでこれはあるんです ね、だから、妻なんかはこれあの次の改定で取られるとか言って,言ってるんですけどあの、まあ、そうかもしれませんけどいいんで私が引退するまで乗ってる。はい、それで、そういうふうのこれ見たことある人多いと思いますね9個のコインがありそのうち1つが偽物たった1つだけ偽物8個が本物で1個が偽物ですね。 で外見は同じなんだけど偽物は重さが少しだけ軽いで偽物を判別する手段は天秤を使って重さを比較するしかない、ね、この方だけで比べてくれとで天秤の使用回数の最小数を求めるまあこれは時間がないのでもパッパといきますと答えは2回ですもんですね9個もあるのにまず3個ずつ乗せます、ね、そうするともしこ,のこっちの ABC に偽物が1個でも入ってたらこっちが軽くなりますよね BCDF にあっってもこっちが軽くなるんですねでもうどっちにも入ってなくて残りの3個にあったら釣り合いますよねだから3個に絞れちゃうんですその場合そうすると3個に絞れるということはそのうちの2個を載せれば同じように傾けば軽い方が偽物で釣り合ったら残った1個は偽物ってことが分かるということですねこれも見事な回ですよねよくパズルの方に載ってますでここまではパズルなんですけどここから先はパズルの方にあんまり載ってない話で じゃあ2個で2回の測りで測っただけで10個が限界かという話ですさっきは9個の中に1個に偽物があったけど10個の中に1個に偽物があるやつは2回では無理かという話いかにも無理っぽいですよねさっきのものすごいギリギリですからねあれ以上できるとはとても思えないんだけどとても思えないでは証明にはなってないそれはお前の頭が悪いだけやと言われてねできるかもしれないだからできないということを証明しないといけないこれはできないですねで ここういういとが証明できます天秤2回使用では9個までしか判別できないと。あこれ命題と書きましたけど命題ってあの高校までではあの数学的な進化義か決めれるあのあ高校までというか、まあ、普通そういう使い方もしますけどあの進化義か決めれるこういう言名のことを命題と言いますけどもあのよく数学の論文なんかで命,命題って書くとあの真の命題のことを使いますね。定理とか 書くほどじゃない時英語でプロポジション命題でこの前あんまり大したこと言ってないので命題にすえー、っとで 2, 2回では9個まで,で判別できないけど証明なんですけど天秤を1回使った結果右が軽い左が軽い釣り合うの3通りなんですねそれ以外情報はないでしょ傾き方がこうとこうとかそんなの使えないでしょ明らかにこの3通りの区別しかできないそうすると 1>, 1回の天秤使用仕様では3通りの場合の区別しかできない。ということは2回の天秤使用仕様ではサザンが9通りの場合の区別しかできない。から10個を判別するためには10通りの区別が必要。これは明快な証明ですね。これは計算、これはアルゴリズムですよね、これね。アルゴリズムの価値値を証明してるわけです。これ以上の計算、絶対これ以上の計算の手間がかかるう。こアルゴリズムの価値値を証明するというのはものすごく難しいんです。これは 成功している例ですね。だって実際この価格とぴったり合ったアルゴリズムがあるんですからね。こんだけぴったり合うことはめったありません。で、これは情報論的な価格値と言いますね。その情報論的な価格値っていうのを使うとぴったりと。で、当然これはこの論理を使えば n 個のものがあったら log 三オーテイしたログ g n 回必要であるということが同じ議論で証明。 こういういうに一般化できるとここが理論なんです。パズルと数学まあ理論との違いはこういうところにある一般的な話をするかしないかパズルっていうのは皆さんいっぱいやりますよね。このパズルっていうのは限定された問題を解くと。だけど理論はこういう数学とかこういった理論は一般化するんですね。だからこの場合は一般化されてますのでこれは数学と言い張ることが可能です。 さあここでテーマにあった「離散アルゴリズム」とはどういうことかというのをす近代科学の最大の発明が計算機であるということは皆さんこれはほとんどの方が同意なさると思いますそして計算機は今やどこにでもあるとそうですね皆さんの体にもう身についてますよね携帯電話の中もコンピューター優秀なコンピューターが入ってますでもう道を歩けばもう何でもコンピューター入ってますねもう全部ありますだから計算機はないとこはない で計算機を動かしているのは理算アルゴリズム。です、ね、で我々のさっき言いました私の我々の周りのものはほとんど理算アルゴリズム研究の恩恵を受けています。インターネットも皆さんがインターネットをサクサク使えるのも流通交通もここまで電車を使ってこられた方もいるかもしれませんけど電車がちゃんとうまくダイヤが動いているのも。 工場がものを作るのも病院が正常に動いているのも,ものが建築がうまく立つのもそして当然研究施設が我々がちゃんと研究できるのもすべて理算アルゴリズムの恩恵を受けただから現代科学の根幹にあるんです理算アルゴリズムって。だから常に新しい理算アルゴリズムが求められてる。例えばねインターネットというのは普及してきてどんどんいろんな状況が変わってきてますよね。 そういった状況の変化に応じて次々と新しい必要性が生じてきます。それに応じて新しい理論がどん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 できてまいます。例えばここでテーマの中に入っているビッグデータってそうですよね。ビッグデータなんてのはここ2,3年で出てきた言葉ですよね。もうあっという間に今や政治家でさえビッグデータなんて言ってますよね。もうびっくりしましたね。あのだからもうビッグデータなんて言葉がすごく広がってしまう。 でも我々専門家の間でも34年前はビッグデータなんてあまり言ってなかったよね言葉はねだからそういうふうに新しい分野がどんどん出てきてどんどん開発を求められるとそしてだからこの開発の研究開発の必要性がなくなることはありえない計算機がある限りもうあと100年ぐらいは計算機の時代は変わらないでしょだから皆さんが生きている間はもうリサ算アルゴリズムが懇願であることが変わり そうだから重要であるし面白い必要性があるとそういうとこはあるんですけども,もう一つ私が個人的に思っている理産的アルゴリズムの魅力はこういうことなんですね単純に面白いんですね先ほどやった証明とかねあの辺の話を「おなるほど」と思ったそういう方は私と同じような感覚を持てると思うですからああいうことが好きな人だから数学好きでしかも役に立 そういう人に最適な分野、役に立つことが好きな人、そういうことに最適な分野であると私は思っています。ただちょっと誤解を恐れずに、恐れ誤解されるといけないのでちょっと断っていきますけど、いわゆる普通の基本、基礎数学はじゃあ役に立たないのかっていうと、これはもうものすごい誤解で、基礎的なものほど役に立ち方が大きい、ただ我々の直接目に見えないから役に立たないとみんなが思ってるだけの話なんです。 数学がなければ理算アルゴリズムはありませんだからさっき言ったシステムも全部だから現代科学の根幹に理算アルゴリズムがあると言いますけどその下に数学があるだから数学を取っ払っっ払ちゃったらら全部崩れますだから数学が役に立たないと嘘そぶく人はその人は数学を役に立てる能力がないというそれだけのことですお分かりですねだから原始人に携帯電話を渡しても使いこなせないと一緒ですはい でだけどここに役に立つといったのはつまり直接役に立つことが目に見えるということですね理想アルゴリズムっていうのはこう実際に要請があってその要請に対してアルゴリズムを作っていくわけですねだからその役に立ちっぷりが直接目に見えるわけですそこがこの役を出すことがしたい人という意味ですさあおう15分でやっと目次にたどり着きましたねはい 今回は一応3つ揃えましたピザパズルじゃんけんの一般化そして最後はビッグデータの定数時間ある先ほど述べたようにだんだん難しくなります最初は簡単ですさあピザパズルいきましょうこれはまず太郎くんと花子さんがピザを分けますこれまずそうですけどピザです、えー、そしてでお切り方がまずくってこういう変なぐちゃぐちゃになります普通はまあ直線で切るからこんなふうになることはあんまりないんでしょうけどまあまあ許してくださいで交互に取ります でまず太郎くん弟の太郎くんがさっき取りますで大きいのを取りたいから、まあ、多分これを取りますねそうすると次花子ちゃんが取るんですけどこれピザの取り方にはマナーがありますこ,うここがなくなったら次ここが大きいからといってここズルズルズルと取ってはマナー違反この両脇を取る、ね、いや別に <laughs> フォーマルなマナーというわけじゃないから別に学生の間で食う時はこう取ったっていいんだけどな 今そういうここはそういうルールにしてきます。この両脇から取らない。そうするともう花子ちゃんもたくさん食べたいからこっ、ね、と次に太郎くんが取って花子ちゃんが取って太郎くんが取ってでこんなふうに進みますね。で全部なくなった。はい、でもちろん目標はたくさん取りたい。でここでちょっと書きますと扇形こういうふうにピザを交互に取っていくで最初はどれを取ってもいいけど2回目以降はなくなっている分の両脇しか取れない。 で先手は太郎君決めておきますそしてだけどじゃあ花子にアドバンテージはないかというとあるんです花子はお姉ちゃんですから切ることができる包丁を使えるだから花子は好きなように切っていいんですただしまあ各ベースピースは円の中心から出る半直線で切られた大形のピースという限定はそれじゃなくてさっきの規則は使えませんからねこういうふうにしてるさあそれで問題は花子は得をするつまり半分より多く取ることができるかどうかです それが問題ですちょうど半分なら取れるでしょいくら後手だといってもま、うん、っすぐ半分に切って2つにすればいいんだからそれは半分は確実に取れますよねだから半分取れることは確実なんです花子はだけど半分よりたくさん取りたいそしてどういう作戦は存在するかという問題です面白いでしょすごく面白いんですこの問題はさあまず 切るピースの数が偶数切れか奇数切れかですで普通に考えると偶数切れならば花子は太郎と同数取れるとで奇数切れだと一切れ少ないですねだからまだしも偶数切れの方がマシなんじゃないかと思うかもしれませんがこの定理が証明できる定理偶数切れの場合は常に太郎は半分以上うまくやりますよ、ね、もちろん半分以上取ることができるとつまり花子はどんなに工夫して切っても偶数切れである以上はたかだか半分しか取れないということが証明 これの照明ですはい照明これさっきと似てますね <laughs> 同じようなことしますねこれで分かったったら相当偉いですねこの瞬間にこの白黒二色に塗る,塗,る塗り分けるってパリティを使う方法はすっごくいろいろ使えますよ。こ,のこれを頭に入れとくだけで いろんな使い方がありますけど白黒2色に塗るという方法がで照明ですごく活躍がこれ2つで現れたのは偶然です別にそれを選んだわけじゃないさあ照明これですけどまずですね太郎は白全部を取取ろうと思えばれる例えば白全部を取ろうと決心して作戦するそうすると最初に白のピースを取りますよねそうすると花子は 黒のピースしか取れないでしょだからどっちか取ますよ、ね、そうすると白のピースが現れるわけです。そうするとそれを太郎が取る。とはまた花子は黒しか取れなってな感じで絶対に太郎は白全部を取ろうと決心してやったら取れるんです。で当たり前ですけど黒全部でも同様なんですね。黒全部取ろうと思ったら取れる。ここまで言ったらもう簡単でしょ白黒と黒ど。白と黒のどちらかは必ず全体の2分の1以上ある。だから2分の1 そちらを取ればいいだから太郎は必ず2分の1以上取るということの証明はい証明終わりさあ偶数切れじゃダメだよと花子は偶数切れに切ってたんじゃダメだよということが証明したらじゃあ奇数切れならば大丈夫かという方法でこれはもちろん答えはあ,あるんです奇数切れならあるんですこれで奇数切れもダメだったら面白くもなんでもないですからねこの話はね奇数切れならうまくできるんです さあその方法はっていうとまず数値だけを言うとうまく切れば9分の5にいくらでも近い量を取ることができるってことでしょう多いでしょ結構多いでしょ ?9 分の5。でこれが上階だということも証明されてます。さあその切り方なんですけどもこうです。0って書いたのは0の厚さのピースを認めない場合には十分小さいイプシロンにすればいいです。0.01とかやっていけばそれをどんどん小さくするいくらでも9分の5に近づけます。 さあこれ見ても簡単にわかんないでしょ覚え方があります。こう覚えます。ね、だってこれ00でさ、00でが3か所ありますよね。そうするとその00で挟まれてる部分を見ると、例えばこれは202になってますよね。ここは201。ここは101ですよね。だからそれをこういうふうにいます。まず0からゼロと、02020。02020。次にロ、ゼロ二ゼ02010。で最後に01010。 規則的になこれでも覚えれれましたよ、ね、これでいいんですこれでこの15切れに切るとうまくやれば取れるでここでそのうまくやればうんぬんっていうのを説明しているのはとても時間がないので省略しますあの今の切り方を覚えて考えてくださいでピザバズルのまとめ偶数切れの場合はでうんぬんでこの切り最後この切り方をね この切、ね、020201010これさえ覚えておけばこのピザパズルはもう後の結果ね簡単ですからねはいこんな言葉これがまず最初のピザパズルさあその次じゃんけん <coughs> じゃんけんグーチョキパー3つありますよねグーはチョキに勝ってチョキはパーに勝ってパーがグーに勝つ、ね、こういうふうに書き表す でフランスにですねこういうじゃんけんが本当にあるんです。壺という手が加わりますそれはこういう風にしてつぼの格好ですえっと井戸っていう表現する時もあるみたいですね。これググってみたんですけども井戸、ベルとかねポットとかいろんな言い方があるみたいですね。で私があのそのフランス人から聞いた時はそのフランス人は多少日本語しゃべれましたから「つぼだ!」っつってそいつが言ってたから「つぼ」と私はそのまま言ってるんですけど。 で壺はどうなるかというとまず石とハサミは沈めてしまうから勝つんです。ね、で紙は蓋を押されるからまあいいかな、ね。ちょっとアンバランスですけど4手だからしょうがないですね。さあその男からたちはその話を聞いてふーんとその時思ったんですけどなんか変だぞと思ってちょっと考えて気がつきました。これ変なんですね。あなんかちょっとずれて。 えー、これ石と壺の関係に注目してくださいそうするとですねどちらも石も壺もどちらもハサミには勝つし紙には負けますよねだけど壺は石に勝つだったらなんで石を出す必要がある石を出したくなったらグーを出したくなったら壺を出せばいいでしょ もちろん負けたいなら別ですけど一応勝ちたいという前提で話をします、ね、だから石なんか出す必要ないんですそうなるとこのじゃんけんから石が消えますあれこれ元のじゃんけんと同じですね石をつもに変えただけですとなってしまうで私はそのことをその男に話しましたこうなってしまうじゃないか <laughs> なんどないなったんやつって言ったらそしたらそいつはいや確かにその通りだねでも俺が作ったんだけじゃないから知らんそれはその通りでそれはその通りですねそいつの責任はだけどこの時に私思ったのは人間っていうのは意外と合理的にできてないところもあるんだなと思いましたね。こういういのでででで遊んでるんですねでここでそのまま何をやめてしまったら研究は始まらない。 私はここでやっぱり当然こういうことをやると当然疑問に思うことはこういうことですね4手のじゃんけんっていうのはうまく作れるのかさっきはダメだった無駄な手ができてしまったじゃあ4つの手を使って意味のあるじゃんけんは作れるのかつまりどれもどの手もちゃんと意味があるようにできないのかでそれを議論するためにはまず何をもって意味があるとするかちゃんと定義しないとダんですよねその定義をするためにはグラフ理論を用います グラフ理論というのはどういうかというとグラフというのはあのここまでやっているあの棒グラフとか折れ線グラフのグラフとは違います数学の分野で普通グラフといったらこの,この概念ですこの頂点とその間を辺で結んでいるこういったもののことをグラフといいますつまり集合とその集合の間に関係が定義されているそういう言い方をすることができるそれがグラフですそれを図示するとこういう感じになる これらを頂点というこの間のこの線を辺と呼びます。これは実はあの英語ではこれはバーテックスでこれがエッジになりますからこれは多面体の一般化なんです。多面,化の多面体の頂点はバーテックスで辺はエッジですからね。で面がフェイスです。でだからこれは多面体の一般化です。だから多面体をぐちゃっと潰せばグラフになりますからね。まあ別に潰さなくてそのまま見たってグラフですけどね。で で、グラフには無効グラフと有効グラフと2つの概念があって、無効グラフは方向性がないんですけど、有効グラフはこういう風うにエッジの方向性があります。で、こういこのグラフというのはすごくシンプルな概念なんですけど、様々な現象がモデル化できます。例えば通信網とか交通網とかそういうまあグラフで表せますよね。だから、人間関係が表せます。人と人との関係があの。例えば会社があったら会社の人を会社の社員を。を 頂点においてでその間にこう仲がいい人の間にエッジを張るとかねそうすると仲がいい人だけでチプロジェクトチームを作りたいとかいうようなことはグラフにモデル化してできるわけそういうありとあらゆる問題一番あの身近なのはウェブグラフというやつですね皆さんインターネットを使うと思いますけどもホームページからホームページにリンクが貼ってありますよねだから各ホームページを頂点に置いてリンクが貼ってあるところにエッジをやるとそれをグラフになるわけですそれをウェブグラフといってそのウェブグラフの性質は 我々があの学者が一生懸命になって研究しているものです。で、それについては後半のビッグデータの章でもうちょっと詳しく説明します。さあ、トーナメントという概念です。トーナメントって何かというと、これはそのどの頂点間にも必ず片方向向きのエッジがあるいますね。日本でトーナメント戦っていうとこう勝ち抜き戦のことを言いますけど、ななんかトーナメントっていうとこういうのを言うんですね。つまりリーグ戦みたいなものですね。 全部のプレイヤーで1回ずつ対戦してで勝ち負けを決めて矢印を作るそんな感じですねだからリーグ戦をやった結果みたいな感じですねそれがトーナメントっていで先ほどのじゃんけんはトーナメントを使って表現できますね普通のじゃんけんはこういうトーナメントでフランス式じゃんけんはこういうトーナメントで まあ無駄な手というのを定義しなきゃいけないんですけどこの辺から記号が増えてきてちょっと気分嫌になるでしょうからまあだいぶ省略しますけども結局さっきの石が無駄な手になるというのはどういうことかというと石が勝つ手には壺は必ず勝ちますよね。そして石に壺が勝つこの2つの条件を満たしたときに石は壺に優越されるというふうにいうことにします。 そして優越されてしまうような手がほかに存在するときにその手は無駄な手だとということです逆に言えばそういう無駄な手がない一個もない場合にそのその,あのトーナメントそのじゃんけんはあの、まあ、有,有効なちょじゃんけんだということです。さあそうすると、まあ、この辺は時間がないので省略しますけどもちょっとした簡単な議論を用いるとこういうことが証明。 4手の有効なジャンケンは存在しなは有効というのはさっきもちょっと言いましたけども無駄な手が存在しないとい4手のじゃんけんではどんなに頑張って作っても無駄な手ができてしまう,うただしここで言うじゃんけんは先ほども言いましたけどにトーナメントという前提ですから引き分け異なる手で引き分けになるような手を作っちゃダメだと。異なる手で引き分けを作っていいんだったら無駄な手がなくすることできますよ。例えばばに4長さ4のヘイローを作ればいい この手はこの手はこの手に勝ちこの手はこの手に勝ちこの手はこの手に勝ちこの手,この手,この手で対角線上の手が出たらそれは引き分けだと定義するんですねそうすれば多もちろん4手だろうが5手だろうが6手だろうが1万手だろうが有効なじゃんけんを作ることができますけれどもそうするとそれはもうあんまり面白くないかなと思ってここでは考えてます実は今この研究の続きをの私の研究室の修士がやってましてそれ彼はあのその引き分けを考慮したじゃんけんもやってますそして結構ちょっと面白い。 結果も出てますけど、まあ、今回はそれは省略しますでそうするとですね今4手の有効なじゃんけんは存在しないということですよねそうすると少ない方はどうなるでまず n イコールにこれは明らかに存在しない有効なじゃんけんだってこの一通りしかないですもんねそうするとこれはどう考えたってこ,こっちがこっちに勝つからこの手出すばかりないですよねだからこの手はこれに優越されることになってなくなってしまって1点。 ちょっっと言っておきますここでは省略の言いますけっ一手一手しかない自明なじゃんけんそれはここの定義で言うと有効なじゃんけんなんです無駄な手はないから一個しかないから <laughs> 優越されようがないから、ね、だけど一個じゃ使い物にならないですけど、ね、みんなそればっかり説明聞き分けにしかならないから,からまあ自明は前にもバカバカしいからここでやってないといけない話です、ね、一応定義上は n イコール1の時は有効なじゃんけんは存在するんですで 3の時は通常のじゃんけんがあってそれは無駄な手がないから有効ですね4は存在しないことを証明しましたそして5はっていうとこれは存在するんですね実はこれ全部私列挙して調べましたけどこの2通りしかありませんこの2つは違うんですでどこが違うかというとここを右下の頂点を見るとはっきりしますねこれ1個に勝って3つに負けてますよね1勝3敗ところがこれこちらは全部2勝2敗でしょ違いますね で,でこれえー、とこの例えばこのこれよく見ると外側がこういう向きになってて内側が星型がこういうふうに矢印がありますよね。これじゃあ内側の矢印をこういうふうに変えたらそしたらまた1個有効なじゃんけんができるんじゃないかと思った人は結構賢いです。でもそれは有効なじゃんけんなんですけど実はこれと同型なんです。入れ替えれば同じになります。ちょっとき 疑問に思われる方はうちに書いたら試してみてください。で135が存在して24が存在しない、ね、こうなるとお規則性があると6は偶数はダメなんだろうと思えばそれが間違い偶数はあるこれも全部列挙しましたそしたらこの3つしかないということは証明この3つがど,うないどこが違うんやと本当に違うんかと。 いう気がするかもしれませんが、まあ、さっきと同じような理屈で確実に違うんですね。でこの3つがだけだったというとそうすると5と6が存在したわけですね。そうすると多くなると存在しやすくなるかなという気がしますよね。そうするとこれ以降は全部存在するんじゃないかという希望が湧くんですけどそれはその通りな証明でいきます。はい、7以上でで必ず存在すするる証明ですここがある この歩題が証明です N 手の有効なじゃんけんを表すトーナメントに対し以下の操作を施して作成した N プラス2手のじゃんけんはやはり有効であるということが証明さあどうやるかというと2頂点を新たに付け加えて V と W を付け加えて W は V に勝つようにするそ,その代わり V は T の全部に勝つようにするそして W は T の全部に負けるようにする。 そうするとこれはまあ細かい議論は除きますけどこの t がに無駄な手がなかったらこれにも無駄な手がないということが証明こうすると n 手のがあったら n プラス2手ができるわけですね。だから5手と6手があったわけですから数学的機能法で全部の整数ができるそれ以上全部できるということが証明できるめでたしめでたしですね。さあこれで5以上は全部存在するということが証明できたんですけども。 ここで終わったんであまり大して面白いい研究じゃないんですでこれからさらにちょっと考えましたこれ2つ7手これどちらも有効なじゃんけんなんですけどこれ全部実は性質が違うどう違うかというとこっちは全部3勝3敗ですでもこちらはばらついてますよね上は3勝3敗ですがこれが4勝2敗2勝4敗これなんか5勝1敗ですねこれ全部に勝っていくこれは1勝5敗ういばらついてますそうするとどっちのじゃんけんの方が面白いかと そうするとまあここで勝手にこれは定義したんですけども強さの異なる手が存在していた方がゲームとしては面白いはずだと実はそうですよねナポレオンとか大貧民とか戦争とかこういったゲーム全部あのー、強いカードと弱いカードがありますよね何でもそうです将棋だってチェスだってそうですよね役割が違うものがいっぱいあるから面白いだから同じも頂がいっぱい頂っと頂点とまり面白くないだからここで頂点と のこの不規則性価値数引く負け数というのの事情は各頂点の価値数引く負け数の事情はつまり分散ですねその分散が大きい方が面白いと定義しましたこれは勝手に定義した、ね、勝手に定義した。でこの定義の下で面白さ最大のじゃんけんは何かという研究をしたさあ実際これを証明できました。 手数 n の不規則性最大のじゃんけんは以下の規則で作成したものでありそれに限ると n36 の時はどれでもいいこれは一通りしかないですからねでそれ以外の時は n く2の不規則性最大のじゃんけんに補題6さっき言った2つずつつつけてこう方法で手を付加したものであると証明はこれは難しいので省略しますかなりちゃんと論文になしてますからだけどこ,れのこの結果を見てもあれなんで1個例を出しますこれが 私の開発したじゃんけん <laughs> あの後手の不規則性最大つまり面白さ最大のじゃんけん世の中の唯一のでグーチョキパーがあってそれに二つの手を加えます殿様は親指をで飲みは小指を立てますで殿様はグーチョキパー全部に勝ちます飲みはグーチョキパー全部に負けますだけど殿様は飲みに刺されて飲みだけには負けるというじゃんけんこれが この面白さ最大の唯一の手数語のじゃんけんこれ英語ではキングフリージャンケンと。なんですけどじゃんけんはじゃんけんですキングフリージャンケンね飲みとのじゃんけんでこれはあれです著作権フリーですから皆さんどんどん使って使っても私からなんか取られることありませんか大丈夫これ盛り上がりますよこれあのですねやっぱり一番快感は飲みでとの勝つことですねやはり,こうやはりランダムに 手がが出るなら殿様が一番有利でしょ動画でもねだけど当然だからあいつは殿様出してくるような性格だって読んでパッと飲みで勝つとすごい快感これは私あの子供といろいろじゃんけんしましたけど盛り上がりました <coughs> じゃんけんだけで盛り上がるってのはなかなか珍しいんですだからこのじゃんけんは面白いことの証明なんですね普通の「偶うち基盤」のじゃんけんでは盛り上がりませんね。はい。でさあこれでじゃんけんの話。 飲、ね、みとのじゃなく覚えててくださいねはいえー、っとさあ最後の話題ビッグデータと定数時間の話こ,こ,こ,このこここのこのこの手はちょっと難しくないで、ね、すすみませんこれはもうどう頑張ってもあまり簡単にはならないえー、っとこれ最新の話研究最先端の話ですからねえー、っとでアルゴリズムというのは何か まあ大体皆さんご存知だと思いますけどアルゴリズム体操とか出てますけどあれは何がアルゴリズムなのか私はさっぱり分かりません規則的に動くからかなともうそれぐらいしかアルゴリズムっぽいとこありませんアルゴリズムというのはちゃんとしたこと本当の意味は計算機を解くためのあ問題を解くための手続きですでまあもう一つ厳密に言うともっと細かい定義があるんですけどもそれの話なんですねだから問題を解かなければアルゴリズムじゃないんですあれはただ動いてるだけだからただの動作を 問題を解くことに意味があるアルゴリズム。で,でアルゴリズムだから先ほど言ったようにアルゴリズムは全ての計算機にあってそれはそうですね何回やったら例えばカーナビを使ってどっか行きたいったらパーッと通路が出ますよねあれはめちゃくちゃ賢いアルゴリズムしかも50年以上前に作られためっちゃ賢いアルゴリズムがあそこの中に姫であるあれはあれは学部の時になりますあのこういう情報関係のところに入ったら学部時代に必ず教えますあのアルゴリズムあれはもう感動的なアルゴリズムですで そういういのは使われてるすのアルゴリズム設計の普通の考え方というのは例えば私はグラフアルゴリズムが特に専門なんでグラフをテーマにしてますけど入力として与えるんです、ね、例えば先ほどの最短路問題であっても地図が入力として与えられててそして、あのー、ここからここに行きたいという視点と終点が与えるんです、ね、そういう義務のインプットがあるわけです。 そそししししてててれに対してアルゴリズムが計算して求める結果をしています例えばさっき言った最短のほうがこうですよとかねで何分かかりますよというのが結果ですよね。この例でいくと例えばこうやって与えられたグラフが連結であるか,どうか通信網とか交通網であったら連結であるというのは大事でしょ通信網が連結でなかったら通信できないところがあるわけですからねだから連結であるかどうかの判定っていうのはものすごく大事なんです。だから事故が起きても連結性を保てるようなネットワーク。 という研究はもうすごく古典的に重要な研究なんですで、そういったこういうのがこの考え方何か入力データが与えられてそれを計算して出力するそしてこれが普通の考え方なんですけどもこれをですね一部のデータを見るだけでやってしまうつまり入力されるんだデータというのは入力しないんですコンピューターにアルゴリズムがちょっとその一部だけを見に行くだけです外部のメモリーにあってそれを ちょっとつまみ食いしてほんの一部定数個ですつまりなぜよ定数個と言ってるかというとつまりグラフこれが入力するのはグラフだとするとそのグラフのサイズが2倍3倍になったら当然計算次回もう少なくとも2倍3倍にはならないとダメでしょ全部読まないといけないから、ね、だけど定数個しか読まないんだからどんなんでっかくなっても同じ計算時間でできるこれはだからビッグデータにめちゃくちゃ向いてますよ こういうグラフに表すこれはこちらのこれですグラフで書くとこうなりますね。データサイズを横にとってアルゴリズムの計算時間を縦軸にとりますとこのちょっと見にくいかもしれませんがこの緑色の線が定数時間これちょうど100のところで全部一致するように書いてますでこれ0 10ぐらいから500までプロットしてるそうするととと定数だとずっと100で止まってます。けど 線形だとここで100で同じだけどどん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 大きくなって500のこだと5倍になってますね当然これが1万になるとあの100倍になってしまうんですねそういう感じでどん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 開いていくで2乗なんかはもうはるかかなたに飛んでいって今までのアルゴリズムだと2乗ぐらいだと速い方なんです我々はね二乗のアルゴ N にインプットの2乗のアルゴリズムができればかなり速い方だと思ってますで線形時間はもちろん最高だと思うだけど 定数でもし時間でもしできたらどんなにバカでかいデータができても定数時間で解けてしまう。決まった時間。だからビッグデータだろうと何だろうと何も怖がる必要がない。こういうまさしく夢のような考え方です。で当たり前のことですけども全部を見てないんだから本当に正確な結果が確実に出るという保証はありません。当たり前ですね。全部見なくて常に確実に解けるなんていうことがあるはずがない。 だからある程度ちょっと近似の概念をまず一つの大きな考え方としては例えば先ほどの連結性の判定だとするとこの3つのグラフを見てもらうとこれは連結なグラフだからこれはこのグラフがインプットされたら連結だよと答えてほしいんですねで一番端っここれはバラバラですよね連結にほど遠いだからこんなバラバラなやつはもうどう考えたって連結じゃないと判定してほしいだけどこの中間を見てください これはは確かに連結ではない2つの部分に分かれてますからね。だけど1本ここにエッジがあったらもう連結ですよね。ものすごく微妙なの。ほとんど連結だけど連結じゃない。これを区別するのは無理です。さすがに定数一部しか見ないんだから。じゃあどうするかというと距離を定義します。このグラフと 連性質ととのの間に距離というのが概念この距離というのはいいですかいわゆる普通にやってるユークリッド距離の一般化したものであって抽象的な概念ですだからこのグラフと連結性との間の距離はゼロです連結なんですだけどこのバラバラのグラフと連結ととの距離は1なんですほとんど1連結性で距離でゼロと1の間で正規化してます1が最大でゼロが最小です こちらにに近近づくほど距離が1に近いこちらだと0電気ストーは0でその中間っていうともうごく0に近いだからこの感じでいうとまあイメージでういうと n, n 分の1っていうか N 分の頂点数が N かあと N 分の1っていうじそしてイプシロンという0と1の間の値任意の値を0と1の間だったら何だっていいんですイプシロンという任意の値を与えたらこのインプ こののの対象とななるグラフがが連結のの距離がゼロなのかつまり連結なのかそれともイプシロンよりも大きいかその2つを区別してくれというそういう問題にします。ゼロとイプシロンの間は無視します。いいですか距離がゼロのものか距離がゼロイプシロン以上かその2つを判別。ゼロとイプシロンの間のやつはもう微妙だからそんなものは区別できなくてもいいとつまりそのもしそういうのが入ったらどんな答えが出てきてもわしは責任を取らん。 というのがこの考え方ですまずそれが一つでそんないい加減なと思うかもしれませんけどイプシロンをどんどん小さくしてければいくらでも正確な値が出るわけですからねさあもう一つのお考え方こっちも重要です確率的に判定するという一部しか見ないということは確率的なアルゴリズムどうしてもなりますで、で一応我々の定義では確率三分の二以上で正解を出すというふうに定義しています どんな入力があっても確率3分の2以上で正しいこうすると皆さんはえってことは3分の1で間違えていいのそんな危ないの使えへんなと思うんでしょうねその通りですそのままだったらその通りですでもこれは問題ないですなぜかというと確率3分の2以上で正しいある結果を出すアルゴリズムならばそれを例えば100回繰り返せばほとんど99.9999% 99 99で正解を出すから,いくらです。 どんな9 9 9 9 9 9 9 9 9 9と1万個並べたとしてもそんなのは何でしょうね計算せずに言ってますからあれですけども100回とか1,000回とか繰り返せば確実それだけの正解を出すことができます。だからここでいう3分の2というのは2分の1よりも真に大きい分数で最も記述が簡単だから3分の2って書いてるだけなんです。 このの分い,いくらでもこう正確なあの1に近い1は無理ですけどね1に近いあたりいくらでも <laughs> 扱えます同じです計算量だからその概念を使うとこういった考え方もありますね。こうビッグデータに対して通常時とか時間とか計算期限余裕のない時には近似アルゴリズム定数だけ読み込んで近似アルゴリズムだけど重要な問題を解かなきゃいけないというか 時間とか計算資源に余裕のある時には全部のデータを読んで正確な計算だん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 精度を上げていくこれを私はプログレッシブアルゴリズムと名付けましたこれも一応私の提案した概念なんですけども一応これと同じ言葉を使ってちょっと別の概念に対してアルゴリズムが去年の国際会議で出てきてちょっとショックを受けてるんですけど私これ提案しただけでこれの論文はまだ出してないんです。やっぱりあの オリンピックで自分の技の名前がつくのと同じでやっぱり最初に国際会議でちゃんとした発表をしないと私が最初に提案したと言ってもあんまり納得してもらえないんですよね。ででもこの列選挙に関してはまだペーパーは出てないので大丈夫だと思ってますけどさあそれでこの考え方に基づいて実はこういうプロジェクトが走り出してます。去年のの10月から JST クレストの ビッグデータに向けた革新的アルゴリズム基盤ファウンデーション・オブ・イノバティブ・アルゴリズムズ・フォー・ビッグデータで省略して ABD です2014年始まったから ABD14 ですちょっとふざけすぎですけどね <laughs> いろいろ突っ込まれたりしてるんですけど ABD14 そしてまあこれはその時の概念なんですけどもこれ研究代表者漢学の方これこの間まで京大にいたんですけど定年退職して あの感覚に移られました私の兄です,です,兄です,ですででいろんなメンバー総勢24名いるから ABD24 はどうだと言ってるい説もあったんですけどもいや14の方が紛らわしくていいっつって,て1で,、えっと、で,20でいろんな大学が来てるんですけども電通大からは。 メンバーとしては私とあとあの同じ専攻にい准教授の岡本先生この人「こいつ若くて賢いんですね」「めちゃくちゃ賢くて平気でそこ違いますよ」って言ってくるから怖いんですよね議論しててねでもそのおかげで間違いが修正されるかありがたいですけど、ね、2人かで本プロジェクトの基本コンセプトですけどもこれまでの中心パラダイムというのは多項式パラダイムどういうことかというと入力データ量が さっき n とするとそれの多項式で表現できる計算時間資源時間とかメモリーで処理することが,のがいいアルゴリズムでまあ多項式とか n 次乗とか n3 乗とかですねでだからじゃあ多項式がないのは何かというと2の n 乗とかそれは指数時間 n の階乗とかそれはもうあっという間爆発してますからダメですででじゃあ多項式だら n の1万乗はいいのかとそれはダメなんですけどでも線が引く場所がないから n の1万乗がダメで n の線 年の3乗がいいって言ったらじゃあ N の100乗はどうなんだ N の10乗はどうなんだって間をどんどん詰めていけば区切りがないでしょだから多項式ならいいというふうに一応してでまあよほどのことだけでそういう非常識になることはできませんからね。でこれがこれまでのパラダイムだったんですけども本プロジェクトで提案するパラダイムは列線形パラダイムつまり入力データ量 N があったらそれのスモールオーダーの N 時間これは。 あのー、ちょっと大学行かないとこの概念は出てこないと思いますけどもつまり線形よりも少ない関数です例えばルート n とか、ね、ログ n とかで定数ももちろんそうです究極の列線形ですよねで表現できる計算時間でこの列線形パラダイムこれがこれからのパラダイムになるというのがこのプロジェクトの中心概念ですで実はこれは私の提案した概念ですこの列線形パラダイム だからこの私の提案したこの概念が中心になって作られたこのプロジェクトといってもいいでそれでみんなでこうなんとかこのパラダイムにが正しくて役に立つということを証明していこうとそういうのがこのプロジェクトで,すで重要な課題の一つとしてグラフ構造を持つビッグデータに対する問題が。 で典型的なビッグデータである複雑ネットワーク複雑ネットワークということはさっきほど言ったウェブグラフとかソーシャルネットワークとかああいうネットワークのことを一般的に一括りにして複雑ネットワークという方をしますその複雑ネットワークというのは普通のランダムに作ったグラフとは違うんですね特徴があるんです。その研究はいろいろ行われてますけどそういった複雑ネットワークに対するビッグデータってのは多いわけです実際の、ね、インターネットの 性質とかやったりとかビッグデータそれになりますからね複雑ネットワークのビッグデータの複雑ネットワークになりますからねでその問題を列線形時間で解決特に定数列線形時間アルゴリズムというのは定数ですあの中でも定数時間でやろうまあその中でいろんな大きなビッグプロジェクトとこうやって連携していますでさてここがもう 既存研究です、まあ、こういう発表するときは既存研究を絶対しなきゃいけないんですけどもこういう意味出してもあれなんですけどなるべく分かりやすくしゃべりますけど密なグラフ密なグラフというのはつまり対外の間には定数以上の確率でエッジがあると大概のペアそういう場合ですそういう場合には遺伝的な性質は全て定数時間で検査可能であるということが証明されます。 遺伝的な性質ととといいいううのは何かというとあちょっと見にくいですねすみませんその性質を持つグラフの部分グラフは必ずその性質を例えば平面グラフっていうのがあった平面にかけるグラフ絵地が交差せずにね平面グラフの部分グラフは必ず平面グラフですだから平面グラフは底面性という性質は遺伝的な性質なそういった遺伝的な性質は全て定数時間で検査可能だってあるということがこのイスラエルの大天才ノーガー・ローンによって証明されましたフォッッククススとトいううのはもう のの分野でのもうオリンピック級と言われてありませんので,す、ね、で,でじゃあスパースなグラフソナーグラフスパースなグラフっていうのはだいたいエッジの数の定数エッジの数ごめんなさいあの各頂点の定数倍ぐらいしかエッジがないというあんまりエッジがないというグラフそのグラフのモデルの場合は定数の次数上限を持つこれはどういうことかというと各頂点から出ているエッジの数が 定数、例えば D なら DD 本という上限以内になってあんまりバカでかい次数の頂点はないよとそういう前,前提の研究が盛んに行われててこの定数の次数上限を持つグラフに対してはグラフがハイパーファイナイト超有限ならば全ての性質全ての性質が定数字が検だからこれこの超有限というのは後でもうちょっと詳しく説明します。 で全ての性質って何のごっちゃという気がするかもしれませんけどこれはグラフの性質というのは実はグラフの部分集合ので無限でもいいですよ無限でもいいですけど部分集合で定義するとされればそしたら全ての性質という言い方が別におかしな定義ではないんです。さあハイパーファイナイトの定義ですけども超有限とはどういうことかというと言葉で言うならまあ荒っぽく言うならば N 頂点のグラフからイプシロン N 本の辺を削除するこのイプシロンっていうのは任意に与えることができる。 各連結成分の大ききさにあを与えられた定数値ににできるで、まあ、直感的に言うと例えばこ,うやってグラフこのグラフがあったらこういうふうにエッジを削除していくとこういうふうに連結成分に分割いきますねちょっとのエッジを削除するだけで連結成分のサイズを定数サイズ以下にこれをハイパーファイナルと言うこんなちょっと結構特別なグラフちゃうかという気がするかもしれませんけども実は時数上限のあるモデルでは平面グラフとか そういういグラフフはハイイイパーファイナイトであるということと証明されてるであと単純な例ではルート n るルート N の格子グラフねっ公をやってその頂点に頂点を書いてあるそういったグラフを考えてみると実はこれはハイパーファイナイトであるということが簡単に証明できますそういうふうに意外とハイパーファイナイト性っていうのはそんなに狭い概念ではないんですねだからそのハイパーファイナイト性さえ満たせば全ての性質が定数時間検査可能であるということまで証明されてるおおそこまでできてるんだ かなりできてるじゃないかと思えば実はでもこれは使えないこれらのなぜ使えないかというとまず上のやつは水グラフデンスなグラフだと言ってるんですけど実際の複雑ネットワークはデンスじゃないのは明らかですインターネットなんか見たらページから各ページから出てるリンクの数数えたらそんなねそんな全ての頂点ほとんどの頂点に行ってるわけじゃないでしょ、ね、ごく一部ですよね大概のページはもう 100本もリンクが出てれば多い方ですよねだから全然密じゃないスパースだから上のまずアルゴリズム全く使えないじゃあ下のアルゴリズムソナグラフじゃあそ,そ,そうだからいいじゃないただ今度は問題となるのは次数上限さっき言ったように次数上限という定数が与えられてるんですけどもでも実は複雑ネットワークウェブグラフといったそういったものにはハブという ハブとかオーソリティとか呼ばれているすごく次数の高い頂点が少数存在するってことが証明されてるそれってか観察されてます観察されてるだから両方とも使えないんですさあじゃあ複雑ネットワークにの性質に合ったアルゴリズムを作るためにはいろんな性質があるで例えば1個目はスモールワールド性ですねいろいろ複雑ネットワークにはこういう性質があるってことが解明されてますで これは例えば日本に住んでいる花子ちゃんがロンドンに住んでいる太郎くんにメールを送るとそしたらメールっていうのは計算機から計算機に飛んでいくんですけどもそれは実は数ステップでつながるんですねこれはちょっと見方を変えると友達のネットワークを考えると「友達の友達の友達の」といって数人たどるだけで世界中の誰にでも行けるということが大体分かってます。すすごいででねどんんなに離れ疎遠だと思う2人を選んできても大体数ステップ行けば 友達をたどればいけるいうことで,でまあもう一つ別の条件こうスケールフリー性べき情法則っていうのは先っきちらっと言いますけどほんの少しの次数の大きい頂点とたくさんの次数の少ない頂点からなる、まあ、これはまあ次数, N 次数が i である頂点の数を ni とするとその頂点数はこんな感じで i のマイナスガンマ乗上に比例するガンマっていうのは何か定数です。 で大概の場合1から2の間だと言われていますでそしてもう3つ目がクラスター性ですこれはどういうことかというと世界中からランダムに2人の人間をピックアップしてきます一方こちらは君の友達からランダムに2人の人間をピックアップしてきそれぞれ友達、それぞれこのピックアップしてきたこの2人が友達である確率を考えるとどう考えたってこっちの方が遥かに 世界中からランダムに2人ピックアップしてきてその2人が友達である確率はほとんどゼロでしょうだけど君の友達の範囲内から2人ランダムにピックアップしてきたらそれが友達である確率は結構高いですよねそれがこの複雑ネットワークの特徴クラスター性と言われるまあ定義はこんな感じになるんですけどもスパースなランダムグラフの場合は N を無限大にしたらクラスター係数はゼロになるだけど複雑ネットワークの場合は N を無限大に飛ばしてもクラスター係数は定数だろうと言いうす そこが大きいさあこういった3つの性質を持つグラフに対して定数時間をアルゴリズムを作るわけですけどもそれに対してまあいくつも時間がほとんどないので省略していきますがこの孤立クリークの分布というのに着目したモデルがあります孤立ククリークというのはクリークというのは各全部の頂点間にエッジがある部分グラフなんですけど傾聴点からなるそのクリークがあった時に外に出る本数が C 形本位より少ない場合 C 孤立クリークというそしてこの C 孤立クリークの C が1の時は単純に孤立クリークということすそうするとですねこの複雑ネットワークに関しては実は孤立クリークが必ず存在してしかもこの孤立クリークの頂点数の分布というのはべき乗法則にやっぱり従うということがこの彼ら宇野これ日本人ですね宇野大栗この二人によって発見されましたそうするとしてそれを使ったそしてしかも重要なのは その孤立クリークを全て縮約してできたグラフもまた縮約っていうのはさっきのクリークを一頂点にギュッとまとめちゃうんですねそれを作って新しいグラフができますけどそれもやっぱり同じ性質を持つと前の複雑ネットワークとそういうことが観察されるだこの性質を使って彼らがモデルを提案しましたから私はそれを使ってちょっと見にくいですねすみません多重グラフのグラフ HFSF グラフのグラフですねこれを定義しますそれを大まかに言うとまあ次数 i の頂点数の分布はべき乗法則に従う ね、さっきのべき情報ですねでサイズ2以上の孤立クリークを少なくとも一つもこれだいぶ遠慮してますクラスを広くしてますで全ての孤立クリークを縮約していられたグラフ G' もやはり同じ性質を持つで蒸気んの操作はグラフの大きさが与えられた定数になるまで繰り返しできるそういうグラフのクラスを定義するそうするとすこれは多分多くのウェブグラフを含むと思われます複雑ネットワークですよね それに対しししてごく最近証明しましたグラフ HSF は超有限であるとハイパーファイナイトであるそして HSF に属する多重グラフに対して任意の性質が定数時間検査可能であるということも証明できますこれはもう本当に最新の結果で論文をサブミットしたばっかりですだからこれは素でかつ次数上限を持たないグラフに対する初めての万能定数時間万能というのはすべて任意の性質ができるという、ね、万能。 と定数時間アルゴリズムですねでこれによりつまりビッグデータのグラフに対する極めて多くの問題が理論的には定数時間に解けるということになるわけですこれは大きな一歩ですさあ今後の課題なんですけどもこういったことが実用面ではまず実網データで実験しないといけませんよねそれと現実にはどの程度が早いか定数時間とってその定数がめちゃくちゃでかかったら話になりませんよねだから性質によっていろいろそういうのもあると思うだからあのー、どういう性質が実際に早く検査できるかというのは大事だと であとは理論面にはさっきの定理はまだ拡張できると私は踏んでますからその拡張をやるさあまとめです計算機は近代科学最大の発明であるとで計算機を動くのは理算アルゴイズムであるとそして新たな必要が生じると新たな問題が生じるとで月の需要があるとで幅広い余裕があってゲームパズルからビッグデータいろいろありますでだから理算アルゴイズムを若い方ですけどね楽しく学び世の中に役立てましょうということで 台で待ってますそして時間があまりないので質問の時間もそんな長く取れないので詳しく知りたい人がいたら西9号か西九号か向こうですねの502で5時まで一応研究室見学やってますからもし私の話が直接聞きたい点でいったらそこにいるスタッフにあの教授を呼び出してくれと言えるとあの行きます一応私教授プレゼンが3時からやる予定ですから、まあ、それに合わせて来ていただいても結構 はい、はい、あの、もう時間過ぎてますので、以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。